まあ、ここはちょっとあのお母さんにですね、また局面をちょっと。本当ですか。じゃあもう一個私考えてきたんですけど。考えてないんですよ、うん、つい最近あったことなんですけど、はい、あのとりあえず食べることに命かけるんです。あのお母さん、大好きなんだ、食べ物大好きで、うん、お母さん、あのお母さんの話、もしあの2分半超えるごとにモザイクがかかってくるようにしてもいいですか。大丈夫かかってくようにしていいですか。話すのがちょっとあのまとめられないです、自分の言ってることだ。とりあえず自分の言いたこと言いますから。そうそう、いいんですよ、いいんですよ。そうなんですよ、うん、でそれであの3食絶対食べなきゃ、あ、まあ、それどうでもいいんですよ、うん、分かってきた。そういうところをなくしてけば、そうそう、さっきも多かったよ。それどうでもいいんですけど、うん、それであのこの間友達と一緒にご飯を、うん、夕飯食べに行こうと、うん、でそれであのこの日は夕飯食べ行くから、うん、ちょっと朝と昼はちょっと控えようと思って、うん、で夜をすごい楽しみにしてたんですね、うんうん、でそれでちょっとその日の仕事が終わり時間が確定してなかったので、うん、予約とかそういうの取れなくって、うん、で合流してから決めようっていう話だったんですね、うんうん、でそれで、うん、あの渋谷で待ち合わせしててあ、どうでもいいんですよこれも。ほんとどうでもいい。ほんとどうでもいい。どうでもいい。それで友達待ってる間ちょっと早く終わったんで、うん、もう終わったから渋谷で待ってるわって言って、うん、でそれであの行こうと思ってたお店に、うん、自分のお気に入りのお店があって、うん、そこをじゃあ予約しようかなと思って電話をかけようとしてたら、うん、なんていうの、ハンターいるじゃないですか。キャッチ、声かけてくれる。ハンターは鹿とか撃つやつでしょ。コンクリートジャングルって言うからね、コンクリートジャングルって言うからね、言うからしょうがないよ。呼び込みですよね、うん、呼び込みの人がすごい話しかけてきて、うん、うちあの今日新しく開いたんですと、でそんで来てくれませんかと、うんうん、でそれであの400円からメニューも安いし、うん、美味しいんですって言って、うんうんうん、でそれで私あのお金もそうなんですけど、とりあえず自分のその一食なんで、うん、とりあえず美味しくないのを食べたくないんですよ、うん、でそれで美味しいの食べたく、もうすぐモザイクが上からそのつもりでやっていただいて結構なんですけども、でもすごいすごくて、でそれでもう本当に必死だったんでしょうね、もう2人ぐらい来たんですよ、2人ぐらい来てもここまで言われたらもうしょうがないと思って、でもうすぐ予約も取れますって言って言われたんで、じゃあ行きますって言って、新しいとこをじゃあ開拓しようかなと思って、そういう気持ちに切り替えたんです自分の中で。でそれでじゃあで友達と行ったんですね、でそしたらメニューパッて見るじゃないですか、そしたら400円のもの探すじゃないですか、そしたら400円のものなんかミックスナッツとかしかなくって、他は結構高いんですね、もう1000円前後で、でそれででもここ入っちゃったし、うん、もったいないからって言って、うんうん、で結構頼めると、うんうん、でそれでいろんなの頼んだんですよ、うん、でそして来たら、うん、もうなんて言うんですか、もう期待外れなんです全てが、でそれで味も、うん、あんまり自分の好きなタイプではなくて、うん、なんだこれと思って、でそんなに安くもないし、うんうん、もうこんなのでカロリーを使ってしまったと。お母さん前半終了して他の方でもいいですよね。ちょっと今あの一回ブレイクがあって、今あのモザイクまでよ、モザイクかかってる。そこまでかけるとまずいんで。富士山って言ったら何号目なの今。今もう最終地点まで来た。じゃあ来ましょうか。それで料理が来て、でそれであこんなのであの使ってしまったと、うん、私の1日の摂取カロリーを、うん、っていう話です。勇気がある。ここで終えられる勇気。すごいですね。終わりですよ。そこで。もう頂上だった今。頂上。いや、お母さんね、あのやっぱり日本のテレビ史上もなんか何十年かあると思うんですけど、こんなひどい話はないと思うんですよ。テレビ史上。それは本当最低ですよ。土着な話。